皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。今もうすぐ始まるお芝居、ろくでなし啄木という、稽古してるんですけども、そんなことを書いて、遺族から怒られないんですか？啄木のくだめなしとは何ですか？ひどかったんですよ、あいつまああの啄木さんじゃないんですよ、じゃないんだ、本当の石川啄木ですけどもただまあでもすごい人だけども、みんなが思ってるそのイメージとちょっと違うんだよっていうので、啄木のあの歌といえば何がパッと浮かびますか？なんだ、全然わかんないですね。たわむれに母を背負いて、そのあまり軽気に泣きて涙で散歩あいまず、わかります？わかりますよ、いい歌じゃないですか。たわむれになく、たわむれに覚えられてもと思うんだけどちょっと抱いてあげるよみたいな、おぶってあげるよ、おぶってあげるよ、おいでおいでみたいな、そしたらうわ軽っ、かわいそうにってことで、で散歩も歩けなかった、ごめん降りて、ここで降ろすのかい、ちょっとおかしくない、そこまでは書いてないと思うよ、そこまで読める裏を読むわけですよだけどもさすがです。一躍の砂っていうね、その歌集の中に出てくるんですけども、それだけではなく、こういうのも読んでるんです、一度でも、我に頭を下げさせし、人皆死ねと祈りてしこと、何カンカンですね怒ってるんですよ、俺に頭下げさせたやつも死ねって、そんな人なんだ、そんなすごい、あれ、横顔が、あの坂田明に似てる方でしたっけ？そうだよね、それはあの正岡子規じゃないですか。あ、そうだ、正岡子規だ、そっくりなのは石川啄木ってどういう顔？石川啄木はさ、啄木さんはちょっと頭の鉢がでかくて、ちょっと劇団ひとりさんっぽい感じかな、でもうちょっと端正な顔立ちで、あ、端正なの、でも若くて亡くなってますからね、へー、なんかすごくこう童顔な人なので、だから藤原さんなんだ、まあ、あんま似てはいないんですけども、でもこう純真な感じ、素朴な感じで、なおかつ天才で、若くて死んじゃってみたいな感じだから、なんかこうイメージができちゃうじゃないですか、でももう一つの面があって、みんな死んじゃえばいいんだみたいなとこもあったという、でもなんかそっちの方がちょっと人間的になんか近い感じがしていいよね。だからね、そうなんですよ、むしろそういうところをもっとアピールすれば彼ももっとね伸びるんじゃないかな、伸びるってなんですか今頃遺族ここでカンカンですよ、どっちかっつったらだから、逆にみんなね、興味を持ってもらえるんじゃないかなっていうふうに、で今回その啄木のちょっと二面性を描いた作品なんですけど、面白いこと考えるね、死んじゃえばいいのにってさ、ゆうさんのモノマネをする方が、ああそうだね、三原さんとか、宇多田ヒカルさんのミラクルヒカルさん、あれ面白いね、ゆうさんって本当に死んじゃえばいいのにって言うもんね、言うけどもよくそこを見つけますよね、その、テレビでは言ってないはずなのにね、ね、そんな言ってないけどすごい聞いてる感じするもん、ね、分かっちゃえばいいのにああいうのすごいだと思いますね、そのなんか乗り移ったようにやってるから本当すごいよね、ゆうさん真似する人あんまいなかったもんね今まで、そうだね、あそこまではいないね、あの人ミラクルさんもすごい、ミラクルさんどうするんだろうこの後ね、宇多田さんも休業されて、宇多田さんしばらく宇多田さんの代わりに忙しいんじゃないか、ああいう人ああいう人っていうか人のこと言えないんだけど私もしばらくは山口百恵の新曲勝手に作ってましたからね人のことは言えないんですけども、そうかそうか、そうです、モノマネする人がそのなんていうの、相手の人が亡くなっちゃったりするとやっぱりそれはもうモノマネしちゃいけないみたいな感じがあるのかな、あ全然そのことなんじゃないの、あのかえってルパン三世の声を、あそっかね、なさってる方もいるわけですから、全然関係ないないっていうよりは忙しくなるくらいじゃない、あそっかそっか、だってなんか変だもんね、急にやらないって余計に、そうですよ、ね、空気が 重いっていうか、浦部久美子さんとかもっとねやればいいのにね、あれは誰がやってたんだっけ、鶴太郎さん、鶴太郎さんやった、あ死に方によるかな何なのあなた正月だよ本当に、啄木がだからね、もうすぐ、これいつからでしたっけ、金曜日からで ねこれって本名じゃないよね、こんな文学的な名前を、はじめちゃん啄木ってやっぱりすごく自分のこと好きな感じがするもんね、まあ何ていうんですか、その歌を読む時の名前ですか、ね、そかそかそか、じゃあやっぱりいい名前する配合みたいなもんだよね、本当ね女好き
なんですよ。そうなの。へえ。で、その前言ったかな、ローマ字日記の話しましたけど。見えないね、そんなには、うん、そんな風には。もう本当日記とか読むとね、うん、どれだけ女好きなんだみたいな。春の歩みみたいなの書いてるんですか。ジェームス・ミキさんみたいな感じなんですか。あ、近い近い。へえ。もうそうですよ、明治のジェームズですよ。だからあんま嬉しくないと思うんですけど、ね、そういう言い方はね。まあ、ジェームズ・ミキさんが現代の拓木という。逆ですね。そうですね。ちょっとイメージ違いますけど。でも本当もう借金とかね、うん、だってもうお金全然なくて、うん、で借金地獄のくせにお給料を前借りして、でそういうお店行ったりするんですよ。はあ、でもなんかちょっと分かります。周りでも、うん、お金がないって人ちょっとね、うん、もう逆に借りちゃったりとかなんか、うん、するんですよね。だからそれは何なんですか。それでこうちょっと自分に酔ったりしてるとこもあるのかな。いや、ピンときてないのかな。麻痺しちゃうんですかね。麻痺してるのかな。なんだろう、恵比寿さんの言葉を借りると、なんか吸った時にちょっと気持ちいいっていうんじゃんね。何かかけた時に、馬券とかでね、吸った時にちょっと気持ちいい、だから普通は儲けた時にちょっと気持ちよさそうじゃん、そうじゃなくて吸った時もふわっとこうふわっと気持ちいい。そっか、それは下した時の気持ちいいのと近いのかな。あれは別じゃないですか。まあ出ないよりは。まあそうですね、うん、大丈夫なんですか。ろくでなしなって人のいん、ろくでなし拓木言ってるわ、はい、便に例えるわ。そういうことじゃないでしょ。大丈夫です。あ、そうだ、僕ねすごいことを発見したんですけど、それではぜひ明日、はい、